清水育太郎、清水育太郎、清水育太郎、1907年7月9日から1988年8月10日は、日本の社会学者、評論家。東京市日本橋区、現在の東京都中央区の竹屋の息子として生まれる。祖父は、江戸幕府旗本であった。独教中学、旧制東京高校を経て、東京帝国大学文学部社会学科卒業。 文学部社会学科時代の恩師は、戸田帝造。在学中から、オーギュストコントの研究にいしむ。中学時代にドイツ語を学んで堪能であったが、フランス語は、大学時代に習得。大学卒業後、1931年、東京帝国大学社会学研究室副主、社会学研究室副主の2代前の副主が、戸田定造道門の兄弟子の牧野達美で、 牧野は、清水を弟と思い、清水は牧野兄と思い親しくしていた。1932年、唯物論研究会幹事。1938年、昭和研究会文化委員。1939年、東京朝日新聞社学芸部専属。1941年、読売新聞社論説委員。中選時は、海軍技術研究所職託。 戦後は1946年20世紀研究所、設立。1949年平和問題談話会、設立。戦後の平和運動、イコール反米運動において大きな役割を果たしたが、60年安保闘争の総括を行って、以後は運動面からは手を引きもっぱら著実に専念した。富永健一は、清水の社会学講義こそが戦後日本の最初の、 体系的社会学書と評している。林達夫と並ぶ優れた日本語の書き手としても評価され、清水自身も論文の書き方、岩波新章をはじめ文章の書き方を論じた著書を執筆している。1959年3月に刊行した論文の書き方は、初版3万部が即日完売、2冊3万部、3冊3万部も完売、 1959年のベストセラー第2位、1987年までの累計130万部。2008年時点でも、a 六ス大王城、王の進む、日本語練習帳に次いで、岩波新書の売り上げベスト3に入っている。昭和30年代半ば頃までは、清水の文章は中学校や、高校の国語の教科書にもよく掲載されていた。 現代思想研究会を主催して、香山健一、森田実、中島みねらを育てた。日本予告方で、核の選択では、反米という観点から、平和運動を批判、平和運動からの振幅の大きさが論議を呼ぶとともに、核武装の主張をめぐって、猪木正道らと論争。さらにかねてから、信仰のあった、複雑なやりにも、天候後に論乱される。だが、実際には、 この、天候は、偽装に過ぎず、自分は、今でも立派な共産主義者で、転校していませんと1983年夏に、インタビューした、中川やつひろに告白しており、中川は以降現在に至るまで清水を厳しく、批判している。核の選択日本よ国家たれは、賛否両論、論断以外の一般社会にも反響を呼び、戦後最大のタブーに挑んで、話題創然。 清水育太郎氏の核の選択、週刊文春1980年6月5日号、など、週刊記事にもなり、2008年の多母上論文以上の社会的騒動をもたらした。清水と福田構存は、戦前からの地記であり、清水に徴用の通知が来て、1942年1月14日、ビルマに赴く時の送別会には、福田は、 宮城おとやなどと共に出席しているほかに、福田は編集者時代に、清光の著書、常識の名においての本作りにも関わり、序文の写辞に、福田が言及されており、清水が翻訳したジョン・デューイほか、創造的知性、川で書房、1941年の後期には、友人福田光尊氏の努力を待つて、ようやく成つたものであると、写辞が書れている。また清水は、 定職がなかった福田に、太平洋協会アメリカ研究室研究員のポストを紹介したが、清水が、核の選択日本よ国家たれが発表すると、私の独語感は不快感の一言に尽きる、怒りではない。むしろかつての友人、先輩に対する同情婚へた、憲悪感であると厳しく批判する論文、近代日本知識人の典型、清水育太郎を論図を、中央校、 1980年10月号に書いた。作田圭一は、清水育太郎と日高六郎を退避させ、日高の辞表は、想像以上に、社会学的であり、いくらか誇張すれば、時事的発言がそのまま彼の社会学の仕事となっていると評しており、対して、清水は日高ほどの一貫性がなく清水の辞表は、社会学を超えたプラスアルファの豊かさにあると評している。 1949年から1969年まで学習院大学教授を務める。当時、学習院大学に在学していた、皇太子時代の秋人親王、後の秋人上皇が、エリザベス二世の退官式のため出席日数が足りなくなり、安倍義成が教授会で、皇太子は特別の身分の方であり、落第は不名誉なことなのだから、外遊中の見聞や、 語学の上達を考慮して、新級を認めてもらいたいと、外国訪問を授業の代わりとして、単位を得るとする案が出されたが、清水は意義がありますと手を挙げて、抗論となったが、清水は他の学生が苦労して、単位を取得しているのに、交代しだけを特別扱いするべきではなく、それならば超高生になっていただければよいという論士で、反対したとされる。しかし以後、 清水と安倍の関係は軋み始める。結局、皇太子は後期に進学できず、超高生として勉強を続けることとなった。学習院大学教授の定年退官は70歳だったが、9年の任期を残して61歳で定年前退職したが、レジャー施設化した大学に愛想がつきたことが理由の一つでや、1969年1月18日、 午後1時半から学生、教え子マスコミ関係者など主催者、発表800人で最終講義が行われ、演題のテーマは、オーギュストコントで、機動隊が東大安田行動を占拠する学生の排除に乗り出した日に当たった。最終講義は、中央講論、1969年3月号に掲載され、前後の9万4千部より1万8千部多い。 実売11万2000部であった。学習院大学教授退官後は、新宿区大協調にあった、野口秀夫記念会館の2階に、清水研究室を設立した。1966年に落成、老朽化で2011年に閉鎖。60年安保時に、丸山正夫は、強行採決は、議会政治の破壊だとして、反安保改定阻止運動を、 反安保から民主主義用語に目標転換するが、清水は1960年5月23日日本ジャーナリスト会議の事務所に翌日教育会館の会合の打ち合わせに行った際に、日高六郎へとセトラミンな小生を警戒している。中略この打ち合わせの会で私は民主主義用語という話を初めて聞いた。中略彼らの間にはすでに合意ができているようであった。 中略とにかく、明日の会場に民主主義要望のスローガンを大きく掲げることだけは、やめてくれ、と言って、私は事務所を出た。しかし、翌日の教育会館には民主主義要望のスローガンが掲げられており、私は、ああ、運動はもう無茶苦茶になってしまった、と感じたと実会している。1960年5月26日に世界依頼原稿を執筆したが、 進歩的文化人の反安保改定阻止運動の反安保から民主主義用語に目標転換されかけているている現状に反って本気で頑張っているのは全学連ぐらいなものであるという趣旨のことを書き進歩的文化人の目標転換に水をかける内容であり吉野玄三郎を含む世界編集部から原稿の掲載を断らる世界常連執筆者の清水は以後 最も遠い雑誌になったと実解しており、世界、1966年9月号に、安倍義成学習委員長追悼の字を寄稿した、以外は、世界に執筆していない。無思想時代の思想、中央公論1963年7月号、野党の思想的条件、中央公論1963年9月号、新しい歴史観への出発、 中央公論1963年12月号の三部作と、それを収録し、精神の離陸、竹内書店、1965年において、右旋回したと取り沙汰され、大谷総一は、これまで応援してきた、総評、日教総を叱っているうちに、自らの天候を、第三者に証明した、叱り天候と評した。1964年頃の梅本克美、佐藤昇。 丸山正夫の定談では、清水は、貴郷派と位置づけられ、60年安保以降から、新しい歴史観への出発まで清水の右旋回を、あれよあれよという感じ、マッハ的速さ、笑いと評されている。諸君、二次伝、我が人生の断片を、連載。 1973年7月号から1975年7月号まで平和問題談話会と60年安保改定阻止運動の内幕や丸山正夫など60年安保を共に戦った人々への反感などが枯れており後年この時点により多くの友人を失ったと10回している週刊文春1975年5月21日号にはあれから15年親や 清水育太郎氏が書いた安保知識人批判という記事が、K、福田構存は我々にしたってそうだけど、いつも持てないと気が済まないからでしょう。そこが良さでもあり、嫌なところでもあるとコメントしている。清水は戦後ジャーナリズムのスターダムに上り詰め、1952年4月28日、図書新聞による大学生。 高校生への世論調査のどんな人の執筆を希望しますかでは、清水の希望者が格段に多く、1954年1月号6月号の文芸春秋中央公論世界改造の執筆ページ数ランキングでは、小泉晋三、88ページに安倍晋之助、74.5ページ、三清水太郎、70ページ、亀井翔一郎、66.5ページとなる。 久野治の追悼エッセイの冒頭には、以下ある。竹内雄は、清水のラジカリズムは、清水のような冒険知識人による、整形知識人に対するヘゲモニー戦略であり、清水の平和問題談話会から60年安保に、至る、左のラジカリズムも、戦後を疑うから、核の選択日本よ国家垂れに至る、右のラジカリズムも、変説、転向当時の期間、 林健太郎とするだけでなく、知識人会のヘゲモニーを掌握する荒行のためであり、その限りでは一貫していると評している。大久保工事は、戦略としての、庶民と清水の思想行動を評しており、それによると、西洋市民社会の個人を関連的に理想化して、庶民を見下す、進歩的文化人に対して、清水は、庶民の背景にある匿名の思想、国民の大部分が、 その日常生活のうちにおいて信じているもの、経験、問題、願望に気づいて、自らの思想のてこの視点として、庶民を使い、庶民という概念は、清水が自身を他の進歩的文化人と再化するための、そして清水が参加していた、社会主義的社会の実現を目指す、運動のための一種の戦略的概念と評している。清水は、 日本の知識人が諸外国の学説をありがたがり、独自性がないのは、匿名の思想に立ち入り、表現する努力を怠っているためと述べている。長女、清水玲子は、青山学院大学教授を務めた。孫、玲子の子に、明治大学教授の清水真希がいる。生涯に、著書135冊、役書39冊、編纂監修43冊。 合計執筆数、著書含む2582であり、非常に多産であった。知識人の側面だけではなく、女性誌に女性相手の人生論を執筆、銀座の街についての対談、月刊誌や女性誌のグラビア、映画に出演するなど文化人の要素を持っていた。葬儀委員長は、林健太郎、友人として、渡辺里島中峠治、犬川康彦、 真湯隅を西岡武雄の名が並んでいる。新宿区若葉の四谷霊廟での密葬には、丸山正夫、福田高尊、久野治などが隣席した。福田が霊廟を後にするとき、清水の妻に奥みの言葉をすると、清水の妻は、福田さん、あなたは、清水の戦前からのお友達でした。清水が間違いそうになると、必ず書いてくれました。 福田さんありがとうと返答した。東日本大震災後の2011年、流言肥語が再犯されて注目を集めている。戦前に東京朝日新聞社学芸部専属、読売新聞社論説委員として分筆活動をしていた。このことから戦前の言論を指断する意見がある。昭和17年新年号の改造誌では、 応答は戦争という名称の底に潜んだ雄大な意図と構想とは生活感の是正を可能にするであろうし、またこれを前提としてこの大規模な戦争の遂行も可能になるであろうという戦争賛美の発言や1942年の著書思想の展開ではヒトラー相当のもとに全ドイツの青年が自己の力と生命とを文字通り民族の力と生命とに課している背後に ドイツにおける青年研究の伝統が横たわっていることを知るべきであるという発言や流言品語では言論統制の肯定を表しており、バクロ露本、進歩的文化人学者先生戦前戦後現地集には清水について次の副題が付けられている。竹内世は情報局から新聞社に何が禁止され、 どこまでなら許容されるかなどの指定が来た時代であり、満州事変以後の時代を文筆家として生きれば、軍部などに迎合した文章を書かないわけにはいかなかった。戦前の清水の文章の片言節ックを挙げて、時世への迎合を指摘したり、満州事変以前のマルクス主義に傾倒していた清水と、それ、今清水を比べて健康だと批判するのは、簡単、清水のように軍部や、 警察の目を意識しながら文章を書き綴らなければならなかったフリーのジャーナリスト苦渋やジレンマを指摘している。清水は原稿を執筆する際に運良くできた隙間に向かって自分の意図や願望を吹き込んでいたとしており、竹内は後からの言い訳に過ぎないとは言えないと評している。清水は著書、論文の書き方で具体例として東京朝日新聞。 1939年11月8日、ノーラン、やりき兵を挙げている。1937年の国民精神総動員の閣議決定と国家総動員法の後、国民精神総動員中央連盟をはじめとする、強家総動員運動の頃、神社の前を通過するときは、敬礼をしなければならない時代のエッセイ、タイトルは、敬神の精神で、青年はバスの中で神社が見えると、 帽子を取ってお辞儀をしたが、子供の手を引き、大きな荷物を抱えた婦人がいたのにお辞儀をしていた。結局婦人には、別人が席を譲った。このことから、軽心の念さえ表現しておれば、それでよいという態度であり、神を汚すも甚だしいとする。清水はこのエッセイで、権力より強制された慣習に対して、小さな皮肉を一発も、一句でも、一行でも、 自分の本音を忍び込ませるということに一種のスリルを味わっていたとする。鶴見俊介は、この時期の清水の流言比語、常識の名において、思想の展開などの文章を戦時ジャーナリズムの要求における、法師と同時に、抵抗を投票している。鶴見によると、権力者に、効果的に権力を振るう方法を教えたイコール法師、抵合。 権力の隙間に食い込んでいくイコール抵抗、皮肉と言える。しかし同じ鶴見による別行の清水の天向論は、上述した二重言論効果説は見られない。鶴見は、清水が天向しなかったとは言わずに、清水のプラグマティズム傾斜を、第一の天向、翼産運動への傾斜を、第二の天向として、第二天向時代の清水論文、新しい国民文化を高評価しており、 鶴見によるとこの論文は今日の国民文化会議の序論であっても不思議ではなく、よく見るならば、明白に第一の天候点における同じ左派自由主義、社会的プラグマティズムの実質を持っていると称賛。論文の後半、教育刷新の根本理念を引用して、清水は人間主義、自由主義、実用主義、実証主義から一歩も退いていない従って、 非天候であるとさえ表している。そして、清水が、翼産運動の既成事実に、自己の理想を盛り込んだから、読者からは翼産運動の指示と受け止められて、しまったとして、不完全な翼産運動家と、完全な偽装天候者の例として、清水を挙げている。これに倣うと、建前が、翼産運動家で、本音は偽装天候、抵抗になる。河内サブロは、清水が、 読売新聞論説委員として書いた社説を分析した結果、検閲官向けと読者向けに使い分ける二重性の特徴を指摘している。校内によると、当局には、このままでは負ける、もっと効率の良い総動員体制を取らなければという、合理、計算的人間が存在したはずであるから、清水の言明は、結局、合理的、戦争遂行に改修されるものであったする。 日高六郎は、現代随筆全集十三未聞きよし、清水育太郎集、1953年の解説において、清水は偽装天候どころか、戦前、戦後いささかもぶれていなかったと手放しの賛辞を送っている。日高は、清水の社会的人間論、1952年の解説で、社会的人間論の初版の1940年は、 後期2600年の盛大な盛り上がりの中で、日独伊三国同盟が締結され、多くの日本人は浮かれていたが、少数の者はそのような時世に背を向けており、まさにその一人は、清水であったとして、社会的人間論は、圧倒的な彫刻家主義の重圧から、何とかして、個人の権利を救い出したいという意図で書かれたと述べている。清水の社会学ノート。 1958年の解説では、社会学ノートに書集されている。戦前,前の論文は、いずれも、時代反動的傾向への批判を含み、個人の行動の意味と権利を主張していることは、特に私の興味を引きますと賛辞を送っている。竹内雄は、日高は、清水の東京高等学校と、東京帝大文学部社会学研究室の、後輩であり、また同じ進歩的文化人であり、 さらに清水から解説を依頼されているが、それを差し引いたとしても、手話の来産には、やはり疑問符が付けられると評している。竹内は、清水の1943年の論文、敵として、アメリカニズム、中央公論1943年4月号を、アメリカニズム自体を敵として、アメリカニズムを支える思想や哲学自体と、戦わなければならないと、 総力戦の一翼としての文化の戦線を煽る。実局迎合論文として、選挙区や言論統制が厳しさを増す中で、新聞、雑誌に皮肉を書く余地はほとんどなくなり、清水をいたずらに責めることはできないとしつつも、日高の死が顔を赤らめなければならないようなものが、全く存在しないという清水表が、大行な惨事であるということは、はっきりすると述べている。 菅隆行は、鶴見や日高が、戦前の清水を高評化していることを一家述べている。勘によると、学問的な著作であれば、芸合は見られないが、新聞や雑誌の辞表文では迎合せざるを得ず、辞表文は行動主義の言説は見出せないが、進歩的、合理的な社会学の教養の位置を動員した、時代への抑散が充満しているという。天野圭一は、鶴見の清水論。 権力者に、効果的に権力を振るう方法を教えた、イコール立て前、迎合。権力の反対者に対しては、権力の隙間に、効果的に食い込んでいく方法を教えた、イコール本音、抵抗を裏返しにした。権力者に、効果的に権力を振るう方法を教えた、イコール本音、真相。権力の反対者に対しては、権力の隙間に、効果的に食い込んでいく方法を教えた、イコール見かけ。 競争として、清水は神聖ファシストであり、抵抗者でもなく、偽装転校でもないと徹底的な清水批判を行っている。鶴見が高評価した、新しい国民文化を、以下批判する。鶴見が高評価した、驚愕刷新の根本理念も切り捨てている。竹内雄によると、天野の祝いとするのは、清水はファナティックかつ神がかりな行動主義者ではなく、文章には、人間尊重。 科学の重視が含まれているがゆえに、合理的、科学的理論を縦横に駆使したファシズムだという。日高が高評価する、社会的人間論も、進んで組織のある新しい全体を作り、自己をそこに生かそうと努める個人、基礎的社会、国家の拡大という歴史の流れに対応できる、新しい個人、そのようなある全体を前提にした、個人主義が解かれる、個人を、 社会の立場から救い出す、オルガノロギーの香りの強い個人主義の主張であるとして、社会的人間論は、原理論的性格の書き物であるため、社会と個人の調和を後から、どうとでも言えるが、辞表文は、社会と個人の調和の方向は新体制、ファシズムに求められていると述べている。60年安保までの進歩的文化人の機種だった。 清水の受け入れ家は多くの進歩的文化人から反発を買い、進歩的文化人時代の清水を肯定して、現在の受け入れ家した清水を否定する言説が溢れており、天野はそのような言説を以下のように批判している。竹内洋によると、天野の神聖ファシスト説は本音一本説となり、読者をうならさなければならない。こっそり忍び込ませた文字というジャーナリスト特有の 性質をすくやげることができ、結局は、に帰着イコール、結果市場主義となってしまうという。竹内洋によると、天野の結論は、清水は、戦前からそもそもファシストであり、戦後の天候は、翌3時代に、積極的に加担した理論の発見の過程であり、清水の60年代の過程は30年代への、回帰の、課であり、現在の受け入れ化した清水は、 戦前からのそもそもの新生ファシストが権限したまでということになり、清水の言論の日だが射章され、結論は大味であり、さらにこの結論であれば、マルクス主義は真滅過程に入っており、マルクス主義との決別と新しい歴史観の提唱を行った清水の論文、新しい歴史観への出発、1964年を批評した林健太郎。 この論文も天候ではなく、平和問題談話会や六十年安保の清水が逸脱していたという、当時の機関とする意見と同じだという。竹山道夫は、新しい歴史観への出発を以下のように批判している。林健太郎は、竹山と同じく清水は六十年安保後とそれ以前は違っているという認識は同じであるが、違うところはとして以下述べている。 清水は戦後、読売新聞の社説を書いていた頃を素直に反省している。竹内洋によると、清水の主観としては、文章の隠された意味を重視したいが、文章の客観的な役割としては、文字通り受け取るように働いたという。清水は、座談会、知識人の生き方において、天候について以下述べている。清水は、歴史的に文章は検閲と共に歩み、 検閲官は文章の危険部分を発見能力を磨き、著述家は検閲官の目を逃れる技術を磨き、思考密度が高くなったと述べている。1987年頃から著作集の刊行を、木と清水の弟子筋が尽力したが、岩波書店はもとより、中央公論者、文芸春秋者なども引き受けず、1987年末に新評論からの刊行が決定したが、 仲介に尽力したのは、清水の弟子の読売新聞記者である。1988年3月末に5月25日発売予定の、清水育太郎集、全11巻の予告パンフレットができたが、間もなく、清水は倒れて、緊急入院したが、新評論からの著作集刊行は中止される。竹内雄が、ある編集者から聞いた話によると、 娘の清水玲子が新評論の編集に不満だったと言う。結局、著作集は、清水育太郎著作集、全19巻として、1992年から1993年に、講談社から刊行されたが、早くから絶版。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。